ドラゴンクエストウォーク闇の覇者竜王20連はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォーク闇の覇者竜王ガチャ20連やっていこうと思います。というわけでちょっとゲームの中入っていくのをお待ちください。はい、ですね、今回ですね、やっていくのは闇の覇者竜王ガチャというわけなんですが、はい、マイレージがありますので、まあ、マイレージで、引き換えたですね、チケットを使ってですね、こちらやっていこうと思います。あと2日しかありませんが、まあです、まあ、この闇の覇者竜王装備ですね、まあ、非常に、まあ、武器としては強いので、ね、この、闇の覇者の魔獣かな、はい、こちらですね、魔獣魔女、まあドルマドンが撃てるということで、こちらをですね、まあ狙っていきたいと思います。まあ残り2日なんでね、ちょっとまあマイレージは最後ですね。まあとりあえず、はい、200枚20連分ありますので、まあ早速やっていきたいと思います。時間はですね、午前の1時30分というところでございます。20連なんでね、まあ、結構あっという間に終わるかと思います。はい、では行きましょう。どうでしょうか。はい、あーちょっと演出が星流れ星1個だけ結構厳しい。あー外れ。はいはい、金色宝箱が1個だけというですね、ちょっと寂しい結果になりました。というわけで行きましょう。最後の10連。行きます。はい。演出はしょぼい。全くなし。金色が虹色に変わらずということでですね。はい、虹色ゼロというね、なかなか寂しい結果になりましたが、まあ仕方ないですね。はい。というわけでですね、まあこの後、とりあえずまあ、ここは、これで、終わりということで、ボーナスダンジョンの方を、まあ、やっていこうと思います。まあ、ボーナスダンジョンなんですけど、まあ、これですね。はい。とりあえず、はい、これからですね、ボーナスダンジョンやっていくんですけれど、はい、ボーナスダンジョン入るときのね、扉の演出ですね、扉が開くときに、まあ、こっちみたいにね、金ピカに光ると、37とか、まあ、大当たりが、まあ、しやすいということになります。はい。まあ、こっちね、地味な方でもですね、当たらないことはないんですけども、はい、今回はですね、こちらではなく、はい、地味な演出でした。というわけで、まあ、あまりね、ちょっと期待はできないかもしれませんけれど、とりあえず、はい、まあ、やっていこうと思います。はい、というわけで、まあ、3回ね、スロットマシーン引けます。まあ、こんな感じで、キラースロットマシーン3体と、まあ、戦っていくという形になります。ある程度ダメージを与えるとですね、まあ、こんな感じで、まあ、絵柄が出てくるということになりますけれど、はい、最初の1回目は、まあ、外れでしたね。あと2回チャンスが、はい、ありますので、引き続きやっていきたいと思います。はい、というわけで2回目です。一応ね、今、基本色を使って周回しております。はい。まあ、上級色はね、すべて、レベル85になってしまったので、今はもう、はい、残りの基本色を、まあ、レベル50から55まで上げておりますけれど、はい、ドラキーがね、当たりましたね。これで経験値6万ぐらい、まあ、もらえたなと思います。はい。まあ、上級色ね、まあ、ちょっと、上級色はカンストしてるんですけれど、まあ、上級色で回ると、カンストしててね、経験値もらっても意味がないんですけれど、まあ、一応、基本色であれば、まあ、まだ一応ね、レベルは上がりますので、とりあえず、そんな感じです。まあ、基本色のね、賢者、遊び人以外をですね、レベル55に上げても、ちょっと永続スキルがつくわけじゃないので、まあ、意味があるのかどうか、ちょっと、微妙なところなんですけど、とりあえず、まあ、一応ね、レベル上限はまだあるので、まあ上げてるという形になります。今回はですね、ドラキーが1回当たりましたので、まあ、レアウトプロボックス1個プラス、はい、経験値がね、合計75,000ということでございました。はい、というわけでですね、まあ今回はですね、ガチャ20連、もう見事までにですね、大外れでございましたが、まあこの動画を見ておられる
皆さんには幸運が訪れることを願っております。というわけで今回の動画以上になります。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。